小月インターチェンジは、山口県下関市の中国自動車道のインターチェンジ。下関市東部の小月地区、旧菊川町への入り口となるインターチェンジであり、また旧豊浦町域旧豊田町域の最寄りインターチェンジでもある。1973年11月14日の関門境界通と同時に共用を開始した。 インターチェンジであり、下関市街地の渋滞を避けるためのタンク間の利用も多く、かつては、小月 IC と下関インターチェンジの間に、回数券の設定があった。開通時期の違いと建設の経緯もあって、日本道路公段時代は本 IC が、九州支社と中国支社の境界となっていた。ネクスコ西日本に移行後も九州支社と中国支社の事業境界となっていたが、 2014年に、小月 IC 下関インターチェンジ間が中国支社に移管された。中国自動車道側はトランペット型の構造。一般道側は急道と平面交差しており、国道491号とは国道2号方面のみ接続している。バス停は併設しておらず、IC 東側の本線上にバス停留所が設けられている。 国土交通省の資料では、お月 IC に山陰自動車道を接続する予定を立てており、法律上の終点である三市付近には接続しない見通しである。ありがとうございます。